さてと、モビアック牧場の施設の探索だね。うん。ミレンとシュン、今どこにいるのかしら。途中で鉢合わせとかしないだろうな。ここで鉢合わせたら逃げるの難しいよね。まあ今はいろいろ探索していきましょ。ロックされている。この感じ、久しぶりね。鍵がいるのかな。一見、モビアックは気持ち悪い外見をしていますが、実はとても穏やかな性格をしているんですよ。どうです？モビアックに対する意識、変わりました？え？これってポスターよね？気持ち悪いって牧場の人たちも認めてるんだ。館内は全館禁煙です。館内での写真撮影はお控えください。お弁当や飲み物の持ち込みは厳禁です。ペットの連れ込みはご遠慮ください。注意書きか。まさかこれに謎解きのヒントとかないよね。そうだろうね。ゴミ箱、缶、瓶がある。いろんな色のゴミ箱があるね。ゴミ箱、ペットボトルがある。これこそ謎解きに関係あるんじゃないの？ゴミ箱、燃えないゴミがある。どうなんだろう？ゴミ箱、燃えるゴミがある。黄色、緑、青、赤。一応メモだけしておこう。自動販売機がある。かなり割高な価格設定になっている。かなり割高って。まあでも、人もあまり来ないだろうし、経営するにはそういう手段も一つの方法なんじゃないか？くっ、ってドアがなんか喋ってるぞ。この部屋はコックでなければ入れません。くっ、コックになって出直してください。コックになって出直すって、どういうことだ？まさか、コックの修行を受けて、一人前のコックにならないと一生入れない的な？そんなわけないでしょ。ここは入れるのな。ここは一体？モビアックまんじゅう800円。え、ちょ、どんなまんじゅうよ。モビアックサブレ、プレーン、チョコ、800円。あ、お土産コーナーか。モビアックポテチ、450円。いろんなものが売ってるのね。逆にどんな商品なのか気になるよね。レジがある。これ、万引きできちゃうわね。っていうかこの施設のセキュリティはどうなってんだ？モビアックの肉が並んでいる。これか、噂のモビアックの肉？もしかしたらこれが今日の夕飯になるところだったのね。昆虫の肉？いやーちょっと僕は無理かな。冷蔵庫がある。モビアックアイス250円って書いてあるね。ゴミ箱がある。これと言って特に何もないよな。他を当たってみるか。あ、こっちが正面玄関かな。本来ならこっち側から入るのよね。トラックの搬入口から無理やり入ったからな。さて、こっちは？クピ。この部屋は事務員でなければ入れません。クピ。事務員になって出直してください。ここも入れないか。さっきの場所はコックだったけど、今回は事務員なのね。どうすれば入れるんだろう。ここは、トイレか。真夜中のトイレ。めちゃくちゃ怖いわよね。ちょっとホラー要素じゃねえか。なぜか水が出ない。え、なんで水が出ないんだ？節水。じゃないわよね。このトイレは従業員も利用することがあります。どうかご了承ください。用を足した後手を洗えないじゃん。便器にまさか謎解きが。さっぱりわからん。おい、なんで全部開けっぱなしにするんだよ。あはは、なんとなく開けっぱなしにしてみた。で、こっちが男子トイレか。なぜか水が出ない。やっぱり出ないのね。水が出ないのは、今営業時間じゃないからなのかな？営業時間じゃなくても普通は出るけどな。この施設もあの館みたいに怪しいわね。よし。結局便器の蓋を開けていくのね。なんとなく気分で。って、なんかあるぞ。なんだろう。さっきまでこんなものなかったのに。木箱の中に衣装が入っている。着替えますか？え、衣装？って何よこれは。なんかメイド服とかスクール水着とかあるぞ。いいから落ち着け。あ、もしかしてこれ、コックとか事務員になれるのかも。でもコックと事務員の衣装なんてないわよ。とりあえずメイド服に着替えてみようか。なんでや。お、かわいい。ほんとね、かわいいけど、見てるこっちが恥ずかしいぜ。うわぁ、これはいろいろ着ないといけないね。変態。いや、これは視聴者さんにサービスしたいなという僕の善意な心であって。よし、今度はどんな衣装に着替えようかな。たく。今度は何にしようかな。
いろいろ着替えるのはいいとして、コックと事務員の衣装はどうするんだ？もしかして似たような服でも意外といけたり？コックといえば、白をイメージするわよね。白か。ってことはこの中だと白衣になるわけだが、そんな安易な考えでいいのかしら。そうか。そんじゃ、とりあえず。チアガールにしようってなんでや。おお、あなたは天使ですか？はぁ、あ、何やってんだか。よし、この状態であの扉に入ってみよう。明らかにコックでも事務員でもないだろ。やっぱりダメか。絶対白衣だって。ま、白衣だったとしてもザル警備だよな。よし、そんじゃ、マヨちゃんの白衣姿でも。ちょっとその言い方やめなさいよね。ちなみに、事務員はどの衣装だろう？この中だと、メイド服とかか？事務員がメイド服とか。最高じゃないか。へいへい、わかったから早く行きな。なんだよ。おお、開いたぞ。ここまでさせたんだから、きっと何かあるはずよね。この肉は何だろう？ステーキがある。ステーキを食べますか？モビアックのステーキかな。いいじゃん、食べちまえよ。どうなっても知らないぞ。皆さん、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方は、ぜひチャンネル登録、高評価をよろしくなんだぜ。なお、ポコニャンの限定メルマガに登録すると、ポコニャンの動画など、最新情報やお得情報がメールで届くわよ。気になった方は、ぜひメルマガ登録をしてくださいね。チャンネル登録は左側をクリック。メルマガ登録は右側をクリックするんだぜ。スマホ、タブレットの方は、動画の概要欄にリンクを貼っておくので、そちらをタップしてね。それではまた、明日の動画でお会いしましょう。この次も、ゆっくりしていってね。